金に溺れ欲に支配された者たちの逆襲が始まる。俺から賊を取ったら何もねえ。そんなふざけてんじゃねえぞ。ふざけてねえよ。損害金300万の請求書だ。そんな俺をコケにしやがって。今に見てろ牛島。ダブルでいただきました。ナンバーワンホストを目指してる。例の夢が私の夢。こちらの島で好き勝手やってくれたってな。お前ら金は俺らの財布だろうが。罰は抱いてやるよ。牛島から金奪えばいいんですよ。絶対許さねえ。電源切れして行方が分からねえ。警察が買う側に来るのも時間の問題だよ牛島くん。最悪の時はこいつらも道連れにしてやる。これどこ向かってんすか。赤羽だ。どうやら牛島くんの読み通りっぽいよ。バカにしてんだな。俺の人生は狂ったんだ。このままじゃ誰かが死ぬ。そしたらお前殺人の共犯になるぞ。こんだけの食いぶちを失った。俺は何者にもなれない人間だ。意地悪だね牛島くん。クソみたいな人生から這い上がるのは誰だ。俺は大きな映画闇金牛島くんパート2。